あ、こういうのどうですか。俺がまず引いて、プロが引いた後アマ引いたらどれぐらい違うかみたいな、音の違いとか感じるのかな。面白くないですか。面白いですけど、ああこれでいいんすか。いい適任者じゃないですか。ザコ代表。ザコ代表の。ペンタトニックとかわかるんですか。わかります。それは覚えてます。これをじゃあ基準になんか適当に弾くんで渡すんで。全然ダメですね、ザコがいい。でみたいな。いや、良かったですよ。魂が見れたって感じですね。こんなんです、こんな感じですね。どうでした、今、2人の音を聞き比べて。変化ありました？音色に対しての。音色に関してですか？うん、テクニックはそりゃ、はい、まあ、言うても俺、ね、これで食ってますからね。食ってますから。まあ一緒ですよって言われたらもうシャレにならないじゃないですか。音色でもそんなにやっぱあんま変わんない、音色の部分は、うん、はい、だからやっぱこうテクニックの部分でカバーできるのってやっぱこうあれなんですよ、音っていうよりかはなんかこうフレーズのキレの良さだったりとか、その人なりの手癖とか、うん、それがなんかちょっと綺麗に聞こえたりもするのかもしれないですよね。そうですね、のっぺり弾くよりもこういう違いですかね。やっぱでもフェンダーのこうストラトいいっすね。ちゃうでしょ。やっぱちゃいますなっていうのを言わさんと。ざっくりした印象でいいんですけど、キングはやっぱりあれですかね、所さんが強いからこうバッとくるのかもしれないですけど、それもあるかもしれないですよね、うん、結構あ俺一個ね、あの思ったテクニックがあって、はい、うまい風の人って大体チョップ入れますね。ドゥルルドーンみたいなやつ、うん、入れるとなんか弾きたいタイミングよりもちょっと遅れたりするんですよ。ああ、うん、なんかそのためが生まれるから、うわっていう感じになるわけですか。うっじゃなくて、うわってなるんで、なんか勢い上がったりするのかもしれないですよ。逆にもチョップだけ使っときゃいいんじゃないですか。チョップだけ。チョップ使えばあなたももうプロレベルみたいな。なりますかね。まあ無理でしょうね。でもだいぶ変わると思う。なんかチョップとか使います？いや、
チョップ入れますよ最後。はい、チョップちょっと、チョップはでもねほんまに結構ね変わると思いますよ。あ、ちょっと違いますよ。近いですか？近いというかちょっとあの意味で普段のサイズさんとは違いますね。それしかも今普通のコードやったじゃないですか。それにチョップ使えないですか？単音とかですもん。そう、ああそう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 、1音に対してチョップ入れるんですよ。ギター似合いますね。ね、このスーツ姿といいですね。こういうプロいますもんね。ね、チョップのやり方はね、どこでミュートしてんのやろこれ。なんか。こっちだけじゃないんですよね。結構プロのビーズの松本さんとかも結構こういう打ち方してんじゃない？なんか余ってる指でチョップするみたいな。こっちではあんまやってないですね、よう考えたら。なんですけど、はい、フロントピックアップの方がいいんですか？いや、どっちでもいいですよ。リアでもいいし、好みって感じですね。あ、今良かったですね。あ、良かったですね。今良かったですね。なんかぽいぽい感じですか？ぽい感じ出た。音って1個あるとするじゃないですか。次ここ弾きたいとかこことか思うじゃないですか。そこに対してチョップで入っていくんですよ。ミュート技術が結構いいのかもしれないです。あ、こっちのミュート技術ですね。こっちがそう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 。あ、でも読みた感じですよ。そう。例えば単体だけでピッて鳴らしたらどんな音ですか？1音だけ反対にこれこうなるわけじゃないですか。でチョップしたら、まあちょっと他の音鳴ってるから和音になってますけど、でも印象はだいぶ変わるんですよね。いや、そういうのを初めて知ったので。ギター歴20何年もやってるのに。だって教本も読まないで独学でやってるんですよ。あの独学したあかんやつが独学した。